ザ・アート・オブック・ク f Kirkcaldy m a ー e p l a 6版の序章のトップにあるハナーグラスのサイン。これは盗作防止のためのものである。ハナーグラスは18世紀のイギリスの料理作家である。1747年に初版がすられたベストセラー料理本ザ・アート・オブック・ク f Kirkcaldy m a ー p ーーの著者として知られる。この本は初年から重版され18世紀の時点で20版。 すられ、1843年まで出版されていた。18世紀の料理本の中で最も人気のある作家であるという証明は、1938年に歴史家、マデリン・ホープ・ドッズによってなされた。1708年3月28日に、ロンドンのホルボーンにあるセント・アンドリューズ教会で、洗礼を受けた。彼女の母は、ハンナ・レーノルズ、未亡人であったと言われている。 父は、ノーサンバーランド州のブランドンとサイモンバーンに土地を持つ地主のアイザック・アルグッドである。彼は、その頃ロンドンの武道首相の娘、ハナー・クラークと結婚していた。彼女は一度手紙の中で母親をウィキット・レッチと言及している。幼少期には、父の末の妹マーガレット・ウィドドリントンと信仰を持っていた。彼女との手紙のやり取りは貴重な資料となっている。 1724年8月5日、ロンドンのレートンでアイルランド人兵士のジョン・グラスと結婚した。グラスの手紙は1728年から1732年までエセックス州ブルームフィールドにある四代目、ドニゴール公爵の家で職を得ていたと明示している。その後、彼らはロンドンに住んでいたようだ。1747年、ベストセラーとなる料理本を出版したが、 同年ジョンが死去した。最初の方の番では、著者がバイ、エーレディと著者が不明のものであった。これによって、これは植物学者ジョンヒルによって書かれたという誤った主張を許してしまった。またその年、長女のマーガレットと提携し、ハベトメイカーもしくはドレス製造者の地位を確立した。しかし1754年にグラスは破産し、 1754年10月29日にザート・オブ・クッカリーの著作権をオークションにかけざるを得なかった。1754年12月17日、ロンドンガゼットはグラスが1755年1月11日に倒産することを明らかにした。その後、借金をイボテイのランスロットと共に返済したが、再び財政難に陥り、 1757年6月22日に債務者として投獄された。釈放日は不明だが、1757年12月2日には自由の身となっていて、同日に火事について書いたザ・サーバンツ・ディレクトリという新しい本の報酬手続き登録を行っている。この本は北米で海賊版が人気を博したもののザー・トーブ・クッカリーほどの人気は出ず、 ビジネス上はあまり成功したとは言えなかった。1770年9月1日に死亡したと、ロンドンガゼットに報じられた。62歳であった。夫と10人の子供、そのうち生き残ったのは5人。イボテーのランスロット・アルグッドは、州長官を務め、後にノーサンバーランド代表議会議員となり、1760年にナイトに除された。ありがとうございます。